回は前回同様ムーンブロックを使って簡単なリンゴ拾いゲームを作っていきたいと思います。クマさんがリンゴを拾って全部拾ったらゲームクリアというような流れでやっていきたいと思います。まずこれ前回作ったやつですね。キャラクターパペットからクマさんのキャラクターを出して一つだけ出現させてクリックした方向に進むと、さらにそこに今回はリンゴをつなげていきます。まず同じくキャラクターですね、出現ですね。で今回はリンゴなんで3出る、とりあえず10個で設定しておきましょうか。次に同じくビヘイビアから、フレームシーケンス、これフレームシーケンスというんですけども、ここをアイコンに変えてもらうとこのようにリンゴが選択できるようになりますので、この状態だと、1とリンゴになってしまいますので1をクリックしてもらえるとリンゴだけが残ります。これで、アイコンがリンゴの形、リンゴが10個出る形になりました。はい、次ですね、当たり判定ですね。ビヘイビアの中からこのよくゲームに出てくる、何かのキャラが何かに当たったという判定の当たり判定ですね、これは結構出てくると思います。当たり判定の設定をします。クマにリンゴが当たると消えるという感じですね、これが当たり判定。さらに、全滅した時にクリアしましょうか。全滅した時にゲームクリアするのでリアクションの中から、何々した時、滅した時ゲームクリア。さらにタイマーボードも出しておきましょうか。タイマーボードはゲームですね、これはつなげずにそのまま、置いておきます。でカウントアップにしましょうか。これで一度やってみたいと思います。ランですね、画面が小さいのでスクリーンで大きくします。始めますね。リンゴをクマさんが全部取ればゲームがクリアと、このようにクリアしましたね。こんな感じでいろいろと皆さんも、楽しいゲームを作れると思います。また次回ですね、このムーンブロックを使って、ちょっといろいろと試してみたいと思います。ぜひこのチャンネル高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。